やっほー、こんちゃ、クルタゲームズのユタとクルです。お願いします。私たちクルタゲームズは最新情報からキャラ構成ガチャなどクッキーランキングダムの情報を配信しています。ただいま毎日投稿中で夜8時に動画がアップされます。また8時に動画が出てない場合はライブ配信をしますので、チャンネル登録ベルマークを押して楽しみに待っていてください。 Twitter の方も概要欄に貼っておくのでぜひフォローお願いします。はい、今日は何をやっていきますか。今日はですね、ダークの 11-30 が、まあ、自分が普通のパーティーでクリアできなくて、はい、ライブしてる中でね、視聴者さんがクリアできるパーティーを教えてもらったので、そのパーティーを紹介していきたいと思います。はい、お願いします。それでは早速やっていく。チャンネル登録といいねもお願いします。はい、噂の 11-30 ここなんですけど、はい、何このハサミ持ってるの、キモかわいいやろ、気持ち悪いこいつがね、まあまあね、攻撃力が強いんだよ、うんうんうん、で、俺のいつもやってるパーティー、アリアナがやってるパーティーで勝てなくて、うんうんうん、なんかないかなと思って教えてもらったよね。そうそうそう、そのパーティーまず紹介していきたいと思います。はい、はい、まずパーティーなんですけど、はい、このパーティー、ホーリーベリー、フロスト、海、ピュアバニラ、コットン、うん、このパーティーの宝物が角に巻物に時計、はい、これで行くともう何も操作しなくても勝てちゃう、はいはい、なるほどね。そう、これが一番、まあ、簡単なんだけど、うん、パッて見てもらったら思うけどさ、パーティー作るの難しいんだよね強いのばっかりおるもんね。そうそうそう、俺とか来るはさ、もうこのゲーム始めて4ヶ月ぐらい経つよね、多分、うん、ぐらい経つから結構ね、この辺のパーティーも持ってるし、うん、強くなってるからいいんだけど、最近始めた人はこのクッキー持ってないじゃん。そうだね、海の妖精とかさ、ピュアバニラとかなんてね、うん、ガチャで出なきゃ出ないもんね。出ないねこれ、だから多分1体は持ってるけど、うん、3体持ってないとか全然あると思うから、はいはい、これでねやるのが一番いいんだけど、これじゃないエピックだけでクリアできるパーティーがね、はい、俺たち見つけたんだよ、はい、発見しました。 それもちょっと紹介していきたいと思います。それがこっちのパーティーです、はい、ココア、パンプキン、シャーク、コットン、パフェ、うん、このパーティーの宝物が巻物、時計、角、はい、さっきと同じね、このパーティーなんだけど、これで行くと何も操作しなくても勝てた。そう、オートでね。そう、その代わりちょっと俺ね結構突してるから、うんうん、全部レベルマックスっていうのがちょっとあるんだけど、はいはい、まあ、そこに関してはちょっとね、これより弱い人はできない可能性はあるけど、一応このパーティーでクリアできて、じゃこのクッキーたちのトッピングを紹介していくんだけど、まず上からね、うん、ココアがこれ、うん、シャークがこれ、うん、パンプキンがこれ、2個あれ持ってるんだけど、うん、これは攻撃するとやっぱね、攻撃が強いから負けちゃうんだよ。すぐじゃないけど耐えれなくなっちゃう。そうだね、防御が弱いからねこの子は。そうそうそう、うんうんうん、だから勝てるかもしれないけど星さんが取れなかったよね。うん、そうだね、だから自分はこっちでダメージ軽減をつけて行ったら全然余裕やったね。そう、死なないし全然余裕でいけた。で、コットンちゃんはこれで、パフェがこれ、はい、このトッピングで行ったら普通に余裕でいけたので、うん、まずね、どんだけ余裕かをね、行ってみましょう。行ってみましょう。はい、はい、来ました。こいつもオートでいいよ、うん、ひたすらオート、うん、このハサミチョキチョキがねめっちゃ攻撃食らうよね、うん、なんだけどまあ全然ね死なないから、うん、もうね気合い見てればねいけるよ。そう、基本ねパフェとコットンとココアの回復、そうそうそう、これでね全然死ななかったんだよね。そう、間に合うんだよ意外に。結構にこいつ食らしてくるよね。いや結構強いよこのシャ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 ンってやつ。そう、だからピュアバニラってころってやっぱめっちゃ楽だね。うん、バリア張ってくれるのがいい、うん、ピュアバニラ持ってる方がいたらぜひ使った方がいいけど、やっぱね、うんうんうん、あれ難しいからね。そうだね、ぜひね、これだったらね最近のキャラとか多いし、うん、ピックアップで出るからね今だったら。そうそう、余裕なんだよ結構、ギリギリもなく、うんうんうん、普通に髪の見物でいけます。そう、もうほんと流し見でいい。でも結構余裕じゃない。そうなんよ、で秒数があれかなと思ったけど、まあ、そうそうそう、まあまあまあいけたって、ね、ギリっちゃギリやけどいけますって感じです、うん、これもう終わるよ、うん、HP も全然ほぼ満タンぐらいでかかるから、ね、はい、いけました。余裕です。チョキチョキさん、バイバイ。バイバイチャンネル登録といいねもお願いします。
はい、今回の動画はどうでしたか。まだ自分はダークの11の30いけてないので、あらあらら、まだ行ってない方いるんですかね。まあこういった方多いと思うから、行った時にそうだから今のでレベルもね多分ユタより低いからさ、低い、それでね勝てるかどうかっていうのはまたお知らせします。そうだね、クルのレベルで行けた時にまたいい情報がね出るのでね、はい、楽しみにしていてください。では今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。では次の動画で、バイバイ。